ブルーレ乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日はお仕事帰りにサクッと立ち寄れるアットホームな居酒屋おてつにお邪魔します。地下鉄祇園駅から歩いて3分、博多警察署そばのおてつ。1階はカウンター席やテーブル席もあり、2階は予約制の貸切スペースとなっています。スタッフの丸山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどういったお店ですか？サラリーマンの方が周りでたくさん働いていらっしゃるので、仕事終わりに気軽に寄っていただいて、楽しく飲んでいただける居酒屋となっております。こちらのお店のおすすめメニュー教えてください。はい、山芋鉄板になります。たくさんの山芋を使って、当店特製のオリジナルの出汁を使うことで、よりふっくらとした仕上げになっており、上位の人気を争うメニューになっております。うわー、熱々だ。ドロッドロ、ものすごい口どけ滑らか で、後から後からこの和風の出汁が効いてきて、すごくホッとする美味しさです。ありがとうございます。美味しい。続いてこの焼酎に合うお料理をスタッフの高知さん教えてください。はい、フライドポテトアンチョビガーリックです。アンチョビって自家製ですか？はい、そうです。ずっとコトコトじっくりと煮込んで手間をかけてます。わー、美味しそう。ガツンと旨味がやってきますね。そうでしょ。このニンニクとアンチョビの魚介の旨味、はい、すごく一口でインパクトがありますね。はい、うん、旨味抜群のアンチョビポテトとこのすっきりした焼酎がよく合います。よかったです。それでは最後に一言どうぞ。はい、男性の方でも女性の方でも気軽に来れるお店なので、ぜひいらっしゃってください。それでは皆さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りしました。